はい、ショッピング終わりました、はい、福袋2つ買いましたよ。なんかちょっとシースルーなんだよね、うん、はい、お買い物も終わったし、これから、朝ごはんを食べて、帰って撮影をまたしたいと思います。はい、皆さん、横浜からこんにちは。中東ハーフのダルちゃんです。よろしくお願いします。早速ですが、新年明けましておめでとうございます。はい、1年ぶりの動画でまた福袋です。ちょっとね、喘息になっちゃって、で、こうちょっと声がね、薬のせいでしゃがれてしまったので、もうなんか今年は撮るのやめようかなって思ったんですよ。でも、まあ、ね、旦那さんにね、いや、もう、毎年恒例として、ちゃんとやらないとダメだよっていうふうに言ってくれたので、はい。今日1月1日、横浜総合で、買い物をしてきました。着いたよ。福袋、今年どんなんだろう、楽しみ。このポーチ持ってる。福袋買いますよ。はい、そして買ったのがこちらです。トゥ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 ルルルトゥル自分で言う。はい、またね、なんか可愛いバッグになってて、こっちがね、2万円の福袋、サマンサタバサの福袋です。で、もう一つが、今回もね、2つだけにしました。プチチョイス。プチチョイス、1万、税込みで、2万2000円で、1万1000円で、合計3万3000円。のお買い物でした。プチチョイス。プチチョイスがね、何気に一番楽しみだったりするんですけど、まあ、毎年恒例通り、小さい方から開けていきます。でですね、すごいね、視聴者の方から毎年毎年ね、すごいね、何回もね、マイケルコースか、あるいは、ケイトスペードの福袋をぜひともやってほしいっていう風に言われてて、お願いされて、で、私、買おうかなって思ったんですよ。でもね、いざね、なんか他の方の福袋開封動画を確認したり、まあ、実際、なんていうか、こう、ウェブサイトとかで見たり、で、実際店舗に行って、商品を見たりしていって、まあ、なんか若干ちょっとサマンサと似てるなって思ったのがケイト・スペードなので、ケイト・スペード買おうかな、どうしようかなってすごい直前まで悩んだんですよ。でもやっぱ結局、サマンサへの愛が強いなって思ったんですよ。なのでサマンサを買いました。はい、申し訳ございません。まあ今後も買うかどうかわからないんですけど、でもまあ常にチェックしていこうかなとは思ってます。なので、絶対やらないっていうわけではないかな。では、はい、今回もね、なんていうか、前回は、ちょっとね、かなり手の込んだ編集をしたんですけど、今回はですね、編集はしません。カットはちょっとしますけどね。でも編集なしで、最後まで、やっていくんで、最後までお付き合いいただければ幸いです。では、開封いきまーす。前回はですね、机がある部屋を使ったんですけど、あとワイドレンズで撮ってたんですよね。で、色もね、ちょっとこう、いじったんですけど、今回はもう少しね、こう、ちょっと、ワイドレンズを使わずに普通のレンズで、距離をこう縮めて、撮影したいと思います。では、小さい方から開けていきます。
ここからはね、あまりカメラを意識しないで、やっていくんで、もしかしたら、こう、私の頭が切れたり、全然目線が合わなかったりするかもしれないんですけど、ご了承ください。はい。では、プチチョイスいきます。なんかね、今回はね、なんか結構こういう、前回とは違って、前回は布製だったんですよね。でも今回はナイロンです。ナイロンのバッグで、かつ、結構透けて見えるんですよ。だからね、みんなこうやってね、透かして見てたんですけど、で、私も、まあなんか透かしては見てなかったんですけど、まあちょっとこうじーっと見てね。で、触っていいから、こうやって触って、長財布いっぱいあるしな、これ絶対長財布だよなって思ったんですけど、やっぱね、長財布、テンション上がるし。ということで、開けまーす。よいしょ。ああ、なんだろう。もう何回もやってんのに、全然ドキドキが収まらない。では行きます。おー、やばい。ゲロ吐きそう。はい、せーの。みんな先に見る？こんな感じ。ね、鏡でね、私見てるんですけど、遠いからわかんないんですよね。お、いつもはね、3つぐらい入ってるんですよ。なんか、チャームとか、財布、小物、チャームみたいな感じで、こう出てくるんですけど、あ、今回2つだけだ。珍しい。てか、でかっ！大きくない？これ。これ、え？これ財布かな？はい、二つでーす。はい、では、もちろん小さい方から開けていきます。よいしょ。でも皆さんにもっと近くでね、見てもらえるように。いきますよー。じゃん！おお、あれは期待できそうな感じですよ。やばくね？やばくね？これ。色やばくね？って、私、鏡見てるからね。かわいい！おお、やばいやばい。手が震える。ほら、震えてるでしょ。ダサい。こちらは、お、結構高い。こんな小さいのに、13,200円。税込みで、13,200円。見えるかな？すごい可愛いわ。あ、何気に、バイカラーだ。ちょっとね、近くで、見てもらいましょう。はい。じゃあ、もっと近くで見てもらうために、私今、こたつの上座ってます。うん。ここにね、こう、なんていうのかな。何か入れられるね、ここね。で、あと、ここ、これ収納すごいね、小さいのに。ここに多分カードね、3箇所ぐらい、入れられるところがある。で、じゃあ開けまーす。ジップいいよね。ここから、ここまで開けられて、おぉ。このクッションみたいのを取って、おぉ、あ、こんな、なんかここにね、多分小銭とか入れられるよ。で、あ、ここ内側にも、こうやってね、見えるかな？こうカードね、入れられるとこがある。で、こっちもね、あるね。で、かわいい、ロゴも、あります。ああ、これ多分ね、小銭兼カード入れみたいな。今ちょうどね、こういうの欲しいって思ったの。だって、なんか何気にお札って、あまり小銭と一緒に持たないから、まあ前はね、そうしてたんだけど、とにかくこのロゴかわいくないですか？ハートが、キュート。ごめんなさい、なんか、
逆向けとかあったりして恥ずかしいんだけど、カード入れとしては、まあ、ここにもねたくさん入るかも。お札いけるかな、ちょっとお札入れてみようか。そう、私がねここ最近愛用してるのがねこっちなんですよ。すごいキラキラ、クリスマス仕様だったかな。でこのチャームね、皆さん覚えてますかこれこれもねこうやってつけてね、あの落としたらすぐわかるから。いやこれ、あ、そういえばこれ小銭ないわ私こうやって使ってて、でほらここがねしんどいんすよ、この小銭出すのが。だから出しやすいの欲しいなーって思ってたんですよね。お、まあお札はこうやって入れてるんですけど、じゃあまあちょっと入れてみましょうか。お札やりまーす。お札入るかな。あー、ちょっと厳しいな。これは引っかかっちゃうね。中、この中に入れてみたらどうかな。あー、これも厳しいな。これだとちょっと危ないよね。お札は厳しいね、これ。厳しいね。折ったら、こうやってもう一回折ったら、あのね、ここいけると思う。ほら。こんな感じでいけると思う。で、多分ね、落ちないよね、これなら。これだったら、全然フルで活用できるかもしれない。これ、多分小銭取りやすいかも。じゃあ小銭もちょっと今持ってきますね。小銭持ってきました。これもね、去年のやつですよ。これもね、ちょっとね、出し入れが厳しいんだよね。中にほら、引っかかってさ、残っちゃうしさ。よいしょ。さて、まだ残ってる。そう、ここに、この、何円あるかわかんないけど、入れます。はい。お、いけんじゃねえこれ。あ、すごい。取り出しやすい。ほら。全然困らない、これ。あー、これいいね。使いやすい。こうやって。え、これ閉めて、ガチャガチャやったら、こう、外に漏れないかな。はい。じゃあちょっと、これで試しに。お!おー、すごいよ、これ。ほら、全然。え?サイドに全く落ちてないよ。すごくない?あ、これいいね。小銭入れとしていいね。わーい。ありがとうございます。これちゃんとディテールに紹介できたかな。ここにお札も入るし、銀行のカード、保険証、あと、なんだっけ。まあ、その他もろもろ。いけるよね。あざーす。これ、今日から使います。もう一度テーブルに戻りましたよ。はい、じゃあ次行きまーす。おー。さて、こちらも、どんな感じかな。せーの。あ!これも、てか逆だし。おー。おー。すご、重っ。おー。見てください、これ。かわいくね?やばくね?あ、若干パープルだ、これ。あ、かわいい。かわいい。この、なんか、揺れるチャームがめちゃかわいい。これも結構高いんじゃないの?これは、17,600円です。わー、すごい。はい、これも中を紹介していきますよ。はい、またね、あの、顔が隠れて私の胸元になっちゃうんですけど、はい、中を紹介したいと思います。ここにね、まあ、なんか通常通りって感じかな。ここはいつもね、何か入れられるんだよね。愛も変わらずやっぱ、あの収納がね、すごいよね、サマンサさんはね。で、
あ、これなんかちょっと従来と違うかも。皆さんこの辺ってどうやって使ってるんですか？なんか私、お札入れたりしてるんですけど、お札いけるかな？ちょっと今入れようか。この小銭さんから、今のこれ、私の全財産ですよ。そうだ。こうやって、ここに、お札を入れてないよ、これ。だって閉められないもん。そうだ、私多分こういうとこに入れてたんだ。え、じゃあやっぱみんなここ何入れてるの？ちょっと教えてください。だってカードってさ、こういうとことか？ね、ここは1、お、あれ？ちょっと違うかな？あ、びっくりした。こここんな風になってる。ここも何を入れるかな？みんなここだ、ここ、みんなだったらここ何入れる？で、まあカード入れが1で2、3、4、4ですね。で、この、こっち側ね。こっち側は、4で合わせて5、6、7、8、9、10、11、12、13、14、15、16。16箇所だね。16箇所。相変わらずすごいね、この収納は。でももしね、ここはいけないかな。ここは厳しいから。あれ？もしかしてここにお札入れんの？みんな。お札入れてみたけど変だ。じゃあここ？ああ、ここかな。いやー、これもおかしいね。やっぱ、ここだよね。でも、ここさ、カードとかさ、入れるから、ちょっと邪魔だよね、お札がね。うん、ここは、あ、ここ開かないもんね。みんなさ、どこにお札入れてる？あ、ここ？ここいけるね。あ、ここいけるね。お札ここかな？はい。これはなんか、従来の長財布っていう感じでしたね。でもね、色かわいい。では、以上です。はい、それでは、2個でしたね。中身は。こんな感じです。で、これが、合計いくらだったかな？17,600円足す、13,200円。はい、合計で38,000円です。38,000円。11,000円の、福袋買って、合計38,000円です。すごいよね。プラス、お、ほぼプラス2万ぐらいの価値でした。次は、大きいのいきますよ。じゃじゃーん。やっぱね、大きい方のがテンション上がるよね。というか、結構可愛いよね、このバッグ自体が。なんかなんだっけ、イケアみたいな感じ？これ開けますよ、早速。ちゃっちゃっちゃっと開けてって。ちゃんとゴミをね、捨てて。はぁ。でもやっぱドキドキするわ。では、では。当然、視聴者の皆さんから先に見てもらいます。ほう！あ、またピンクっぽくね？これ。お！ピンクっぽくね？ごめんなさいね。目線が合ってなかったら。おーい。あー、これ。すごいね、これ。何これ、なんだろう、こういうの初めてかも。うわー、すごっ、うわー、かわいい、すごい、2つかな、これかわいいわ。あ、まだある、
まだあるまだある、よし、おー、なんだろうなんだろう、え、だ結構大きいよねこれ。まあ、触ってさ、あ、これいいなって思ったのをさ、あのね、選んだけど、え、これなんだろう、え、これ何、え、え、ちょっと待ってよ、おお、え、すごい、え、こんなに、あ、これ大当たりじゃねこれ、わ、これ大当たりだ、うわ、やば、もうないよ、これすごくね、え、これでっかくね、え、は、うわ、ちょっと、あの、これと、これと、これと、あと、これ。やーば。え、チャームって結構高いんだよ。知ってた？ 5,000 円するもん。はい、じゃあチャームから開けましょう。みんなね、見えないよね、これじゃね。光で反射してさ。お、やっばくね、これ。これちょっと楽しみじゃね？これこれこれ、やーば。ちょっとね、これ身を乗り出して、はい、取ります。ちょっとね、久しぶりに興奮した。おーおー、なんかお花すごいピカピカしてる。おー、色もまあまあ申し分ない。で、やっぱね、5500円だね。かわいくなーい？いやー、すごいわ。嬉しい、これ。これは早速使わねば。いやー、これ、ありがとうございます。じゃあ次、あの、小さい方からだからね。こっち開けますよ。え、これなんだろう。でも財布じゃなさそうだよな。財布でも嬉しいけど、手帳でもないよね。手帳、こんな細い手帳ないもんね。スマホケースかな。でも合わないサイズだったら嫌だよね。よし、いくよ。こちら、あ、財布だ。うっそ、2万900円だって。今、あまりにもびっくりして、顎ポキってなったんだけど。うーわ、やっべやっべやっべ、ネイビーめっちゃ好き。うわー、これ、テンション爆上げだわ、これ。あ、こうやって開けるタイプのやつだ。さっきのピンクのやつの、なんか、ブルーバージョンで、ちょっと大きいみたいな感じ。だって中似てるもん。ほら。また近くに。なんかこういうの初めて見るかも。こういう感じの。ここがね、サマンサタバサってなってる。こういうところね、あの、こういうディテールとかね、凝ってるとこがね、私がやっぱサマンサ好きな理由。なんですよね。おお、これはすごい。あれ、こっち使うかも。ここ小銭入れだよね。これいいよね。すごい出し入れしやすいもんね。で、さっきのと違って、これはジップがついてるから、ね、この辺もね、ディテール凝ってるよね。こうやって閉めて。あ、すごいわ、これ。うん、で、カード入れ結構あるよね。これ多分お札が入るとこ。で、カード入れが、1、2、3、4、5、6。で、こっちに7、8。7、8。で、こっちか。9、10、11、12、13、14、14箇所。で、多分ここもなんかお札が入る。レシートかなんかね、入るとこかな。14、カードが14枚入るお財布です。これもかなり収納力高いし、結構ポップだよね。まあ、ネイビーっていうか、
あの濃い青って感じ、あのこうなんていうの、くすんだ暗い青ではなくて、ちょっと明るめっていうか、明るめの濃い青。なんかポップだね。はい。いい感じじゃないですか。いや、これいいな。これ大当たりですよ。え、これいくら？さっき言ったっけ？ 2 万900円。2万900円ですよ。で、さっきのチャームは、5500円。ね、チャームはだいたいね、5000円ぐらいなんですよね。すげえこれ。やばいこれ。うわぁ、これすごいな。やばいね。今年もかなりやばいね。まあ、店員さんから聞いてたんだよね。こう、今年もすごいですよ、みたいな。これとかもうすぐ見えちゃったね。これはちょっと横に置いて。はい。こっち開けまーす。なんだろう、これ。ん？おー。あー、ポーチかな？あー、ポーチだ。ポーチ。だよね。ポーチ、ナイロン。これ結構いいんじゃない？ 8,800 円だって、これ。結構高いよね。こうやって、ここで持てるね。これはあれかな？メイク道具とか入れるやつかな？はい、ちょっと開けまーす。もうポーチね、あってもあっても足りないよね。あ、トラベル用だ。飛行機の絵が書いてある。ここ外すのかな？おー、あ、これもポーチになってるよ。あー、すごいすごい。見えるかな？これちょっと収納がいい感じですよ。あ、これは、あれだね、ゴミだね。よいしょ。あー、結構入るよね、これ。これはちょっとあんま別に近くで見せなくてもいいかな。もうここにね、ちょっとこういう、あの多分ブラシかな？かなんかこう入れる感じ？こんな感じ。で、ここはもうこのまま。で、さっきのこれをこうやって、ここでね、ここにマジックテープがあって、しかも結構強力だ。こんな感じです。あ、ここもなんか入る。ここもなんか入るよ。で、こう、やって、やる。これすごい使えるかも。私すごいメイク道具いっぱい持ってるから。で、基礎のやつとかってあるじゃないですか。毎日必ず使うやつみたいな。それか、毎日じゃなくても、ちょっとこういうシャドウとか決まった色、だいたい通常はこの色みたいのってあるじゃないですか。まあそういうのとかね、全部ね、一つのポーチに収めるのってすごく難しいんですよね。だからこれすごくちょうどいい。あざーす。8800円。すごいよ。これはすごいよ。え、これはね、もう見えちゃってるからね。わあ、この色すごい好き。今私がこう着てるピンクと似てません？似てません？もうなんかたびたび鏡の方見ちゃうからさ。よし。目線が合わなくてすいませんね。はい。では、これも中を見ていきましょうか。これ多分リュックになるね。ああ、そうそう。こんな感じで。で、これなんていうのかな、ツーウェイとか、よいしょ、こんな感じ、見えるかな、可愛くねこれ、いいじゃんいいじゃん、いや最高ですねこれ、えこれいくら？うわすげえ、27,500円だって、ほら、ほら、見えるかな、皆さん見える？
27,500円。いや、そりゃするね、これは。後ろに、こういう、ここ磁石になってますよ。磁石になってて、こうやって閉まる。いいね。では、中見ましょう。ゴミ。あ、まだゴミがある。すごい入るね、これ。あ、これ、全然あれだよ。仕事用として使えるサイズだよ。A3 は無理だけど、まあ、A4 と A3 の間ぐらいの大きさだったら全然いける。で、パソコン全然入る、これ。MacBook Pro 入るよ、これ。結構大きくない？ね、すごいね、これ。で、多分、スマホとか入れられるところが、ここ、見えるかな、皆さんね。ここ、こういうところに、2箇所。あ、こっちだ。こっちもあるから。4箇所あります。中結構シンプル。いつもね、サマンサってこう、なんていうのかな。中が結構、ポケットとかいっぱいあって、ね。収納がすごいんですけど、まあこれはとってもシンプル。でもすごい大きい。でもこれロゴやばくね？ロゴかわいくね？あーすごい。いいこれ。で、多分、ハンドバッグとしては成り立たないかな。どうだろう。ショルダーバッグ、2way かな？そう、こんな感じ？見えます？えい。こんな感じ。ショルダーにしてはでかいね。やっぱリュックかな。ショルダーはちょっと大きいな。ショルダーとしてはでかいな。やっぱ、そう、これ皆さんどうなってるかわかる？最初ね、開けた時はこんな状態だったんだけど、こんなね。でも、こうリュックにしたい時は、ここをこうやって引っ張るんです。こう伸ばしてね。どういう仕組みなんだろうね。で、ここも、こうやって、伸ばす。こんな感じ。で、ここがね、絞む感じで、ほら、リュックっぽくなったでしょ。で、ここで、長さ、こう調節するんですよ。私、似たようなバッグ持ってるから、そうそうそう。ね、こんな感じ。ここでね、調節して。私はこの長さがちょうどいいのかな？ちょっとあれかな？ちょっと大きいかな？あ、じゃあ、ちょっと長いかな？長いね。でもこのくらいがいいかな？はい、こんな感じでーす。よかね？いやー、これすごいですよ。いや、もう大満足ですわ。はい、これらが、中身に、22,000円の中身に入ってたもので、合計金額出します。まず、チャームが5,500円。で、このネイビーのお財布が29,000円。で、こっちのポーチが、ポーチが、8,800 円で、このバッグが27,500 円合計で62,700 円です。すごくない？だって22,000円でしょ。これ前回超えてない？そんなことない？ここから22,000円引きます。47,000円。あ、やっぱそのくらいか。まあ、やっぱ3倍。中身は3倍の価値がある内容でしたね。すごい。では、プチと合わせてみると、62,700円プラス、38,000円。
93,500円です。合計。で、私が今日使ったお金が33,000円。もうやっぱ3倍ですね。去年と変わらずだけど、でも内容的にはこっちの方がリッチだったかもしんない。私チャーム欲しかったんだよね。なんかステッカーだったっけ？去年のちょっと覚えてないんですけど、まああの、なんだっけ、定期入れみたいのすごい可愛かったから嬉しかったんですけど、でもこれ、チャーム、私チャーム欲しいなってちょうど思ってたんで、これすごく可愛いです。大事に使います。ね、ちょっと病み上がりなので、若干ね、あの、テンション低め。かつ、あの、これね、iPhone の後ろで撮ってるんですよ。だから、自分が見えないんです。で、そこにね、鏡を設置してて、で、それで自分を見てるわけですよ。あの、位置とか間違えないように。なので、あの、なんか全然目線合ってないよって、あの、何回も言ってるけど、目線合ってないなって思ったかもしれないんですけど、まあ、これもね、あの、もう一回撮るわけにはいかないから、これで勘弁してください。はい。あーちゃん、なんか結構今日ね、豪華でした。もう。いやー、やっぱサマンサね、いいね。サマンサ大好き。で、まあ、内容的にはね、すごい嬉しいんだけど、まあ、ちょっとね、悲しいニュースがあって、まあ、私が初めてね、サマンサのお店行った時に、まあ、一番最初に対応してくれた、店員さん、王さんなんですけど、本名じゃないですよ。なんていうか、頭文字を取って王さんね。王さんという方にね、対応してもらって、まあ、すごく元気でね、接客がすごく上手な人で、へこんでたんですよね、私当時ね、いろいろあって。で、それで、まあなんか気になってたブランドだったから、まあちょっとね、ひょこっと見に行ったら、この王さんが対応してくれて、で、もうそれ以来ね、お店に行ったら、こう、もしいたらね、挨拶したりして、まあちょっとね、世間話とかもして、まあ仲良くなったんですけど、今日のこともね、横浜そごう店、に、行くんだけど、なんかいつから空いてるみたいな問い合わせをして、あ、まあ1日の9時からですよっていうふうに教えてもらって。で、まあ会うのすっごい楽しみにしてたんですよ。なのに、実は今日最終日だったんですよね。最終日っていうか、もう退職するんですよ、彼女。もうショックでショックでしょうがなくて、もう私何言っていいかわかんなくて、なんかろくに会話もできずに、ただ挨拶だけして、まあ店を後にしたんですよね。本当はね、言いたいことたくさんあったんだけど、でもなんかね、まあ忙しそうだったし、結構お客さんも入ってたから、まあなんかちょっと言いづらいなって思って、まあとにかくね、なんかサマンサとの出会い、多分ね、彼女なしでは私ここまでこのブランドを好きになることはなかったと思います。もしね、これを見てくれてたら、本当に、お世話になりました。ありがとうございます。もうね、辞めてしまうっていうから、私すごいね、残念だなって思ったんですけど、まあ、まだね、多分すごい若い人だから、まあ、定職するのか、それとも、なんか、どっか遠いところに行くのか、ちょっとね、なんでかわからないけど、まあ、これからのね、活躍を応援してます。ますますのね、ご活躍と。まあいろいろね、応援しています。はい。もしこれを見てたら、王さんへのメッセージです。私も当たりが多くて、福袋やってよかったです。ねえ、本当はね、もう一個ね、プチ欲しかったんですけど、でもね、ちょっとね、やめとこうって思って、少ない方が動画も撮りやすい。あと、物もね、価値が。もっとあるからね。でも多分もう一個買ったらね、プラス3万ぐらいの価値あったんじゃないのかな。なんかね、ハズレをね、あんま入れてない気がします、最近になって。まあ福袋開封動画でたくさんの人がやってるしね、ハズレを入れるわけにはいかないって思ってるのかな、わかんないけど、とりあえず、はい、今日のところは、じゃあもう一回ちょっとね、お見せしようか。こちらですね、これ全部、はい、大当たりでした。ありがとうございます。
まあちょっと去年はね、いろいろ精神的なね負担が大きくて、まるまる1年全然動画撮れなくて、載せることもできなくて、でまあそのなんていうんですかね、撮ってはいたんですよ、撮ってはボツ撮ってはボツみたいな、自分をねすごいね客観視するのが嫌なんですよ。なんかすごく自分が醜く見えちゃって、なんか気に入らないんですよ、自分の表情とか話し方は。まああれかな、なんか言ってることもねめちゃくちゃだったりして、でまあどうしよう、もうこの流れでやめちゃおうかなって思ったんですけど、まあちょっとね、せっかくこうやって見てくれてる人もいるし、応援してくれてる人もいるので、まあ内容がね、ちょっと変わってくるかもしれないんですけど、まあちょっと違う形で YouTube を続けていこうかなと思ってはいます。はい、まあ新規一点で、見た目もね、ちょっと前と違うなって思った人はたくさんいると思うんですけど、まあそこはあまり、なんていうか触れないでほしいです、できれば。で、はい、新規一点ちょっと方向性を変えて撮っていく、載せていく、まあそのスタートとしていつも通りの福袋開封動画でした。はい、まあちょっとだらだら長くなってしまいましたが、開封動画はこれにて終わりです。ここまでご視聴いただきありがとうございました。できれば、高評価、まあ低評価でもいいです。はい、低評価でも構いません。とりあえず何かしらこうリアクションがあるととても嬉しいです。チャンネル登録をぜひお願いします。では、また次回さようなら。バイバイ。バイバイ。あ、てか色違いで持ってました。ほら、ネイビーね。これは中がね、ちょっと違うんだけどね。ここもね、あ、同じか、止められたね。はい、色違いだ。だから知ってたんだね、使い方をね。似てるところか、同じ。まあ、ここのね、これがね、ちょっと違うけどね。はい。これを見せたかった、最後に。